けオタファの変形変形変形動画をご覧に皆さん、こんにちはオタファの変形変形変形へようこそ、えー、今日のテーマはね、オタファのあ直撃世代のあ直撃のね、ど真ん中の戦隊ロボで遊ぶぞ <laughs> えー、えー、というわけでね、全国のガン野郎集結せよ今回の動画が面白かったらチャンネル登録とあツい高評価、どうぞよろしくお願いします それからね、ちびっこもぜひ、大人と一緒に見てね。もうすごい古い、戦隊ロボだからね、こんなの見たことないよっていう人もいるかもしれません。僕は古いおもちゃも結構あるんだけど、まあ定期的にメンテナンスをしてます。で、このメンテナンスっていうのはね、もうとにかく遊ぶのが一番いいというわけでね、今日はあこれを見てるあなたと一緒にこう遊んだ気持ちになって、こう動画をお届けします。並んでるのはね、84年のバイオマン。 それからね、85年のチェンジマン。そして、一番後ろのフラッシュマン。まあ、この3年分を用意しました。結構面白い変形合体をします。まずは超電子バイオマンのバイオジェット1、バイオジェット2。この2機が合体してバイオロボになる。というわけでね、見ていこう。こんな感じ。いやー、懐かしいね。バイオマンは多分僕が一番初めに見た戦隊だね。うん、なんか、これを見てたっていうのははっきりと覚えてる。 次がね、バイオジェット2。うん、両方ともかっこいい。うん、とにかく精密によくできていて、今の戦隊ロボと、同じ戦隊ロボっていうフォーマットだけど、やっぱりいい、この当時はやっぱり高級感とか、この精密さっていうのがね、すごく売りになっているかなと思います。男は黙って、殺そうここのね、ずしっと、ダイキャストボディの、この殺そうこがたまらない <laughs>。あの、余談なんだけど、 ウォータファー調べによるとね、結構このチャンネルに集まる人、僕とね、直撃が被るっていう人がね、結構多いのかもしれね。<laughs> もう俺と一緒にタイムスリップしようぜ <laughs>。というわけでね、合体させよう。まずは、これからいきます。合体ハイパークロスまずはランディングギアを収納。でえ、ここにもあるんだけどね、これはちょっと最後にしたい。僕の個体はね、これ先に収納すると引っかかるんだよね。ま、あいいや。どんどん行こう。 ウィングを収納。尾翼これ、ね、パタパタ変形がめっちゃ気持ちいい。引っ張る。曲げる。引っ張る。気持ち一い緒い曲げて、押し込む。ここまで来たら、ランディングギアを収納。すごいよね。片足をこう作る。こう、なんていうかな、変形させるだけでこれだけの工程がある。 これがね、たまんないよね。反対側も同様。うんこのカチャカチャ音だけでさ、あの、僕飲めないけど、美味しいお酒が飲めるって感じ。<laughs> おこれでね、変形完了。こう、ジェット機の時はさ、ホワイトが貴重だったんだけど、これ、ね、ブラックになるっていうね。これがいいよね。さあ、次、バイオジェットワン。あ、そう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 。 その、なんていうのかな、こう、すごくリアルに精密にできてるんだよね。なので、こう、コックピットハッチが、こう、ちゃんと開いて、え、レッドワンが乗っていますね。劇中では、ああ、これ2人乗り、こっちが3人乗りって感じ。んだけど、コックピットに、フィギュアがあるっていうところがすごい。で、ランディングギアを収納。で、ここのランディングギアも収納できる。よくできてるでしょこんな感じ。 で、すごいのはさ、ここに、こう、ジェットノズルっていうのかなスラスターがあるんだけど、これは、これ腕の拳になると。で、えー、ミサイルのね、おなじみのロケットパンチミサイルで、一回外して、こう、角度を変える。凝ってるよね。こういうところ大好きです。こう。こういうふうになると。これでね、合体準備状態完了。劇中ではね、一番最初に早々にこう、合体してからこう、シークエンスが始まる。 じゃーん。これでね、合体しました。こっから見ると綺麗なホワイトじゃない。で、まあ、最後にね、ここを、こう反転させると、頭部が出現します。これで完成バイオロボめっちゃかっこいいいいよね、このデザイン。ちょっと手に取ってみようか。タイムスリップ、タイムスリップ。 このバイオロボ何がいいってさ、顔がめちゃくちゃイケメンなの。うーん。で、この各部の塗装塗り分けもめちゃくちゃ細かいし、このキラリと光る。ダイキャストボディ。いいね。メッキがあったりとか。本当に今の戦隊と全然違う。重量感がすごくあってね。あの、変形でお見せした通りね、こう精密感があって。うん、それでいてかっこいい。最高。バイオロボはこんな感じ。 さあ次電撃戦隊チェンジマンチェンジマンも見てた <laughs> 影山兄貴のさ、歌がとにかくかっこいいんだよね。というわけでね、ジェットチェンジャー1、ヘリチェンジャー2、えランドチェンジャー3。この3機が合体してね、チェンジロボになります。早速いこうアースコンバージョン、スタートまあちょっとね、僕の好きなようにやらせてください。まずはね、ピヨーク。 それからウィングを収納ランディングギアこのように収納これでね完成ガテ準備完了さあ次ヘリチェンジャー2こヘリってとこがいいよねちょっとプロペラも回りますカさあそれでいこう正面部分ランディングギア ここですね。4箇所。これ収納して、腕を伸ばす。で、後ろに持っていく。反対側も同様。こういう感じですね。さあ、そしたら、プロペラを、えー、コンパクトにします。これもすごい凝っている。こうかな。しっかり、あの、各部にロックがあります、まあ。こういう感じで折りたたんで、こんな感じにします。 で、ここを折りたたむ。で、半分に折る。ここれでレ、ね、ン買って準備完了。さあ、そして最後がランドチェンジャー3。これいいね。これね、結構ギミックが満載で、ごめん、今。<laughs> 中に入っちゃった。ウィング。こういうところがね、展開できたりとか、あとはね、この中にミサイルハッチとか、こういうのがあったりします。 は、それでは行こう。うーん、最高。こうね、起こして、分割。こう、昔のおもちゃってさ、この合体ジョイントを収納するっていう工程があるところが、あすごい好きですね。合体、アースコンバージョン。うん、劇中だとね、こう、最初、一最初こうか。これね、この中にこう、貫通するんでね。これ、すごい。 こう。これで合体させて、で、足。こんな感じ。足を取り付けて、さあ、そして最後、ハッチを、下に下ろせば、合体完了チェンジロボ僕はね、これも大好きですね。 小さい頃、あの、このデラックストイは買ってもらえなかったんで、あの、ミニプラをね、三つ、ミニプラなのかな今、今でいうミニプラみたいなやつを、こう、スーパーで買ってもらって、うん、組み立て、三つ組み立ててロボットにしたのすっごい覚えてるね。あの、簡易的だったから、この最後の、この、何この、ここはなかったような気がするね。顔面丸出しのジェットだったけど、うん、子供の頃だったから、そんなに気にならなかったんじゃないかな。 これも精密感があっていいですね。あとはダイキャストが、超合金がね、使用されてるんで重たいです。こんな感じ。ああと特徴は、やっぱりこの、とんがりヘッドだね。ゴーグルロボ、ダイノアロボ、チェンジロボは、とんがりヘッドになってるんだよね。これもなんか僕味があって好きです。さあ、そして最後は超新星フラッシュマン。フラッシュインボックスのフラッシュキング。 うん、これのギミックも最高だね。なんか唯一無二っていう感じがします。合体スタートこの三次元スライド合体のこの超ギミックちょっと味わおうよ。まずはね、ウィングを周囲の折りたたむ。そしたら、ここを引っ張る。うーん、これ、ね、ダイキャストのこの軸が入ってます。 尾翼を収納して回すそしたらこれはね、えー、今度はねこっちに傾けると腕と足になりますさあ次どういう大体似たような工程なんだけどちょっと違うでこれはね外すで、えー、同じ感じですねウィングを収納 気持ちいい <laughs> 引っ張るで今度はこれはねこっちで尾翼かそうするとねこのようになりますすごいで最後にタンクかタンクコマンド4箇所の,このねコロを収納下にあ上にこう起こします さあ、それでね、合体。これ何がすごいってさ、この中に、こう突き刺すんだよね。行くところまで突き刺すと、こうね、合体します。反対側も同様。こんな合体よく思いついてね、こういう感じ。こう。そうするとね、このようになります。こう、劇中同様の変形合体がたまらん。 ここを開いて、機種を折りたたむ。こう、綺麗に入るんだよね。反対側も同様この機種の部分は、ここにこういうパーツがついてる。ちょっと凝ってるところがね、本当に、たまらん。で、取り外した、このレドームは一回つけます。これフラッシュシールドといいます。そしたら最後に、このね、カバーを閉じて、あ、正面からやればよかった。<laughs> 最後にね、頭部を反転させれば、これで完成フラッシュキングこれもかっこいい。このギミックも見た今の。もう最高だよね。でね、この超合金の重みも最高だし、このプリズムのところがね、こうメッキになっててめっちゃ綺麗です。こんな感じ。 これはね、本当に童心に変えれる。フラッシュキング、チェンジロボ、そしてバイオロボ。もう本当にオタファが、オタファのもうゴールデンど真ん中よ。<laughs> 一番最近の戦隊だね。キラメージャーのキラメージン。ちょっと一緒に最新の戦隊ロボと一緒に並べるとこんな感じ。うん。そうだね。やっぱ全然、その、 掲げてるコンセプト全然違うよね。やっぱり、なんだろう。自分は子供の頃だったけど、この80年代って、なんか日本がすごく豊かでした。うん、なんか豊かな時代だったなっていうのを、この玩ングがすごく象徴しているなと思います。こうしてね、眺めてるだけで本当に童心に帰れます。いや、大満足です。<laughs> 今回の動画、面白かったな、楽しかった。<laughs> 一緒にね、懐かしい気持ちになった。 参考になったという方、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕は Twitter もやっています。Twitter のフォローもどうぞよろしく。あと、どんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。それでは、次の変形変形変形でお会いいたしましょう。おたまでしたまたねー の「ミッションを繰り出せよ」「変形が与え」「憧れてた」「夢のトランフォロー」「若かの君つきん